はい、こんにちは、カズボウです。今回からトルネコの大冒険やっていきたいと思います。前やったじゃんって思うかもしれないけど、ちょっと違うんだよね。今回ね、完璧目指そうかなと思いまして。ね、まあ、エンドールの遥か北にある小さな村レイクナバ、ね、トルネコさんのお話、ドラケ4のね、まあ続きって言えばいいんだけどね、ここに一人の男が住んでいました。4に出てくるんですけど、ドラケの。そのキャラクターのね、まあダンジョンのお話ですね。まあトルネコさんはね、そんなトルネコ、まあどういう人かというと、まあ商人ですね。これ4の下りです。武器屋の親方の下でせっせと働き。ね。っていうのがね、不思議のダンジョンのやってないやつとかね、あるんで、それやりたいなと思ってトルネコさんやりたかったんですよね。優しい妻と可愛い息子と3人で暮らしていました。ね。ということで、まあそういう話もありの、音大丈夫かな?しかしトルネコには大きな夢があったのです。自分の店を持つ、その店を大きくする。そしてやがては世界一の武器屋にある。それがトルネコの夢でした。夢を叶えるため、トルネコは旅に出ました。鉄の金庫を手に入れたり、ボンボールの王子を助けたり、いろんなことがありました。これドラケ4の3章のお話ですね。まあこういうのを経て、4は終わるんですけど、ね、そしてついにエンドールに店を持つことができたのです。トルネコはネネとポポロを店に呼び寄せました。このネネさんとんでもねえやり手だからね。王様にも気に入られて、お店は大繁盛。ところがこの頃、こんな噂がトルネコの耳に入りました。どうやら不思議のダンジョンとやらがあるらしい。不思議のダンジョンね。こいつはすごい洞窟らしい。すごい宝物が埋まっているって話だが。ドラケ4だとね、そうね。まだ誰も持ち帰ったことがないんだってさ。一番 HP はね、実は高いんですよ、トルネコさん。なんだけどね、馬車の中にずっといるイメージあるけどね。それを聞いたトルネコ、矢も盾もたまりません。このね、大冒険のトルネコはね、もう本当に別人ですからね。どんな宝物なのだろう。どこにあるのだろう。探しに行きたい。見てみたい。しかし店はどうする?家族はどうする?悩むトルネコにネネが笑いました。笑いかけましただね。あなたは夢を追う人。世界一の商人なら何でもしておかなきゃ。店なんかまた新しく始めたらいいじゃない。すごいね。こうしてトルネコ一家の旅が始まりました。海を渡り山を越え何年もかかって。やっとその不思議のダンジョンを探し当てました。この物語はここから始まります。はい、ということで。お、地下4階。まあこれはチュートリアル的なもんだね。はい、冒険の書を作る。じゃあ1番やっていきましょうか。ちょっと音大丈夫かな?まあちょっと調整しながらやっていこうかな。さっきよりちょっと大きくしたんだけど、ゲーム音はね。声は十分なんですけどね。ゲーム音、どうだろうね。まあいや、とりあえず。はい、やっと着いたわね。この村で私たちの新しい生活が始まるのね。ねえ、パパ、ここはどこ?なんてところ?あら、ポポロにはまだ行ってなかったかしら?ねえ、あなた、ポポロに村の名前を教えてあげてね。お、村の名前、ないですかな。何しようかな。トルネコ村、違うな。どうしよう。タボー村。モンスターズにいるよね。右の木を見てさ、エグドラシル思いついて、エグドラシルまずいな。いや、ワタボーでいいやってね。
前魔界村って入れたような気がするんだけど。ワタボ村っていうのかね。何のつながりもない。さあ、忙しくなるわよ。あなたはまず王様のところへ挨拶に行くんだったわよね。私はその間にお店を始める準備をしなくちゃ。じゃあ頑張ってきてね、あなた。そなたか、ワタボ村に店を開きたいというのは、ね、なんでワタボなんでしょうね、みたいなね。便利になって村の者も喜ぶじゃろう。ところで何へはるばるエンドールからワタボ村までやってきたのじゃ。なんと不思議のダンジョンで宝探しをしたいとな。うむ、確かにあの洞窟には幻の宝物が眠っていると古くからの言い伝えがある。しかしあそこはその名前の通り本当に不思議な洞窟でな。今まで誰一人として宝物を持ち帰った者はいないのじゃ。やめた方が身のためじゃよいな。いえ。なるほど、さすがにそんなにあさりとは引き下がらぬか。噂通りに冒険心の旺盛なやつじゃ。では何かどう不思議かちゃんと説明しよう。まずあの洞窟に一度入ると幻の宝物を手に入れるまで地上に上がってこれぬ。中には恐ろしいモンスターがうようよしており、倒しても倒してもいつの間にか新しく生まれてくる。モンスターに倒されふと気づくと自分は洞窟の入り口へ倒れているんじゃが、なんと持ち物は全てなくなり、せっかく上げたレベルもすっかり元に戻ってしまっておる。そして次に中に入ってみるとさっきとは全然地形が違っておるではないか。どうじゃ、これほど言ってはまだ行きたいと申すか。うわ、楽しみ。ほほほ、お前はわしの若かった頃とそっくりじゃな。不思議のダンジョンの近くに、ちょっと不思議のダンジョンと呼ばれる洞窟がある。なんかすごいね。そこの地下10階になぜかわしの宝石箱が落ちているね。作ったな。不思議のダンジョン制作者かな。好奇心が強く、冒険心に飛んでいた若い頃のわしの落とし物じゃ。トルネコよ、わしから3つの道具を送ろう。それを使って地下10階まで降り、わしの宝石箱を手に入れ、また地上まで上がってくるのじゃ。そうすれば、不思議のダンジョンでの宝探しを許すとしよう。はい、ということです。これなんだけどね。あ、インパスの巻物なんだ。初めてやった時、自分20回ぐらい死んでるからね。はい。洞窟で武器や盾を拾ったら装備してください。せっかく良い武器を拾っても装備しなければ意味がありません。まあ、とりあえずね、全部集めようかなと思うんだけど、今のうちはね、もう持ってきたものを売るしかないんで、しょうがないね。また素手だったとしても、剣の装備をしていたとしても、モンスターの方を向いて戦うのは基本中の基本です。まず向きを確かめてから戦う癖を身につけてください。次に武器と矢は一度に両方装備できます。遠くにモンスターがいるときは矢を撃ち、隣に来たら武器で叩く。強いモンスターや魔導士などは遠くから矢を使うのが戦い慣れた方法です。王様からの贈り物。王様に代わって大臣の私が説明いたしましょう。薬草、洞窟の中で歩いたり剣を振ったりしているうちに自然に HP は回復します。まあとりあえずこの人らだけ話すね。しかし戦っている最中などすぐに HP を回復したいときはこれを飲んでくだされ。次に大きいパン。冒険をしていると腹が減ります。少しぐらいなら我慢できますが、完全に空腹になってしまったら一歩歩くごとに HP が1ポイントずつ上がります。そういう時はこのパンを食べてくだされ。また HP が上がるようになるでしょう。最後にインパスの巻物。洞窟の中には鉄の杖とか竹の杖とか何が何やらわからない杖が落ちています。そういうわからない杖はこのインパスの巻物を使えばわかるようになるはずです。これで王様からの説明を終わります。あとは王子様や兵士の話をよく聞いてくだされ。これ死にまくるとはぐれメタル装備もらえるんだよね。でもお前さんは勇者ではないのじゃから、商人や商人らしく力任せに戦わず、火炎草という草がある。力では勝てないと思ったら、モンスターの方を向いてこの草を飲んでみる。イオの巻物という巻物がある。部屋にモンスターが多すぎて手に負えないとき、この巻物を読むのじゃ。はあはあ、力みすぎて息が苦しい。とにかくいろんなアイテムを頭を使って使うことじゃ。アイテムのことで僕の知っている限りのことを教えします。草は飲むと薬になります。すると体に何かが起こります。トルネコさんが飲む 草も、モンスターに飲ませる草もあります。巻物は読んでください。身の回りに何が起こるでしょう。杖はモンスターに向けて振ると、モンスターの身に何かが起きます。ね、基本だね。草や巻物は1回使うとなくなりますが、杖は大抵何回か使えます。僕のしていることはこれだけです。あとはトルネコさん自身で見つけてください。武器を装備したなら、金の剣プラス1とかってわかるっす。これは元々の強さに1の切れ味がついてたってことっす。金の剣の元の強さは2だから合わせて3の強さってことっす。盾も鱗の盾プラス2なんてのがあるっす。これも鱗の盾の元の強さが4で2で6です。杖もイカズの城の杖6ってのがあるっすが、これは6回触れるってことで武器や盾とは意味が違うっす。武器や盾はバイキルトやスカラの負け物で鍛えれば強くなるっす。それって結構嬉しいっすよ。はい、ということです。じゃあね、おっと行っちゃったね。寸前で止まろうと思ったけど、じゃあね、ちょっと音大丈夫かな。もう一回ちょっと調整しますね。ちょっと音を大きくしました。もうこれ以上上がんない感じなんだよね。R ボタンを押しながらね、斜めに歩けたり、ダッシュしたりとかね。まあなんか一回でいけそうな気するけどね。
まあ30分ぐらいの動画にできればいいかなと思ってるんで。あれ地図、あ、マップ消えてたね。マップが見れます。まあここそんな大して難しくないからね。お、栗の杖。まあインパスの杖ってあるけど、まあ敵に振ればね。まあ装備しとこうか。まあできるよね。いっちゃえ。お、振りの杖、これ雷槌かな。雷槌だったらさっきの魔導士倒せんだけど、あ、おっと、そうだ、これ敵の方を向くのは R じゃ向かないんだね、この時。そうだ、これだ。すが、すげえ久しぶりにあんだけど、栗の杖ばっかりですね。バシルーラか。名前って決めれて、バシでいいかな。バシルーラ。力が回復する。だから、力下げられたらね、まあこれで、やればいいんでしょうけど、お金だから一回いらないか。3階にスライムがいるってね、全然もう浅いもんね。お、銅の剣。さすがに早いか。まあ危なくなったらね、あのバシルーラで飛ばせばいいから。薬草系がないね。あ、プラスついてればねいいんでしょうけど、ここ呪いとかもあんだけどね、ここ多分呪われてんのないんじゃないかな。お、木の矢、こっちの方がいいね。お、巻物、千里眼、どこにアイテムがあるか分かる。次の回で使おうか。まあこの回でもいいけどね。パン落ちてますね。まあお腹が空いた時にはパンを食べれば。腐ったパン。力の種は飲んじゃいましょう。腐ったパンでもね、一応回復はするけど力減るかな、お腹のね。満腹度今52じゃないですか。だから腐ったパン、これ100まで回復するんだっけ。お腹いっぱいになったから HP がコース上がっちゃった、ね、力差が、あ、そうだよね。で毒消素飲めばいいし。まあ今ね無理やりやんなくてもよかったけど HP 下がっちゃったね。まあリハビリ兼ねてやってればいいんじゃないって言ってるそばからちょっとね面倒いの来たね。これで銀のやってあるんだけど、撃つと貫通しますんで。お、倒せなかったね。こいつ毒、お、盾。鋼の盾。鋼鉄って書いて鋼って読みます。お、プラス1だね。まあ、鋼あればだいぶ違うっしょ。で、あの、足踏みやるとね、回復しますんで、降りていいか。さっきの毒消しを、あの、お化けキノコに投げると一撃で倒せますんで、
まあ、一撃倒せるつが実際のダメージ食らわせられるって話ね。はい、窓足層。モンスターが逃げていくぞ。お、戦時眼そうだね。うわぁ。優しいっすね、ここはね。ん、バイキルト。ね、プラス1。持って帰りたいけど、とりあえず、ないんで。強いね。レミーラ、ダンジョンはわかりますね。魔導士倒したいんだけどね。ちょっと強いんですよ、これ。やられる可能性あるんで、今戦ったら。OK。銅の杖。イカズチの杖ってものがあって、なんだ、メダパニだ。メダパニだよね、今。頭に出ないのか、メダパニになったって。メダ。多分メダパニだと思う。メタタって。本当はもう1レベルぐらい上げてから行った方がいいんですけどね。おっと、やっちゃった。あ、毒食らっちゃいましたね。まあ食らうかなと思った。お、聖堂か。まあいらないね、こんなに。まあ敵にぶん投げればいいんだけどね。鉄の斧。今ね、攻撃力4手書いてんじゃないですか。お、5位になった。ここには置けない。腐ったパン。千里眼。おっと、地味に強いかな、的なね。毒厄介ですね。だからさ、こういう時に多分毒消しを持ってればね、また違ったんですけどね。倒しちゃうかな。いいか。あんま変に手出してやられ、あ、ベビーサタンがいる。HP 高いよな。これ絶対アイテム持ってるんですよ、ベビーサタンを。ああ倒せなかった。しょうがないね、倒せなかったのは。えい。まあ、さっさとクリアしようか。銀の矢盗まれちゃったね。3発でいければまただいぶ違うね。15っていうのはちょっと大きいかな。あそこで外れた場合ね、ちょっと嫌だけどね。まあ1回につき1レベルずつ上げていけばなんとかなるような気がしますけどね。毒消し落っこってないっすね。まあ毒消しが落ちてたら、あの腐ったパンを食べて、まあそれでいいんだけどね。で、最大 HP の時に飲めば薬草は1上がって音切り草は2回復しますね。まあこんな持っててもしょうがないんで、まあここはもう本当に遊びでも遊んでてもクリアできるかなって感じしますね。お、杖。銀の杖。ちょ、お、毒消し。28か。鱗の盾ってのがあれば毒防げんですけどね。
あ、変化ですね。今敵変わったんで。で危ない時これ使えばいいね。変化。インパスの巻物を使わなくても、なんとかなる部分は、なんとかなるんで。ちょっとリハビリにちょうどいいかな、ここのダンジョンは。これなんだ、あ、ベビーサタンか。倒したいところだけどね。ちょっと、HP 高かったね。あんな高かったっけ？鉄の斧、お腹が減ってきた。やばいね。まあ薬草あるからなんとかなると思いますけど。その次かな、キメラってのが出てきてね、結構攻撃力高いんで、あれは。わお、すげえ飛ばされた。腹ペコで目が回ってきた。毒素あったもんね。まあ、おお、HP 下がったね。下がった、最大が下がってるわけじゃないのか。あ、じゃあ大したことないね。ね、力を回復して、まあ、そのうち鬼面同士とは合うような気もしますけど。さっき銀の矢盗まれちゃったからね。まあ、追っかけて倒せばよかったんだけど、そこまでやんなくていいかな。あ、ばったり合わないね。鉄の斧か。さっき拾ったんだっけ、これ。お、落とし穴。お前降りようと思ったんで、9階。10階まで行けばいいって言ったよね。こっちのレベルに比例して強くなっていくかな。レミラって2個あったんだっけ。あ、飛ばされちゃったね。まあ毒やられたくないから。いいのや、まあ、これあればなんとかなるでしょう。あれは地雷ですね。眠りの罠とかあるからさ、あれは手出さなければ起きないんで。はい、目標の10階着きました。昔ここまで来れなかったからね、すごいよね。スカンラの巻物あったね。あ、ありました、王様の宝石箱。キメラいたね。混乱してても食らう時から HP 少ないんだけどね。攻撃力高いんですよ、キメラはね。だからちょっとね、危ないけど。お、レミーラ力あったね。もう今はいらないっすね。ね、結構食らうでしょ。おっと、はい、もうあんままともに相手してるだけ危ないんで。まあアイテム取んなくてもいいか。これあとは行きはよいよい、帰りは怖いじゃないけど。あと階段見つけてね、上がっていけばもうクリアなんで。お、ここにもいんのか。わあ、また10階に行っちゃった。
メラに、わあ来たね、キメラね。階段をまず見つけてくれればいいんですけどね。どうだ、おお。キメラ合いそうだね。どうだ、お、ここにも部屋あるね。ここ階段、あったあったあった。落とし穴注意ですね。そっか、罠あんのか、普通に。キメラ9階にもいいんだね。まあ普通に大丈夫だと思いますけど。OK、 おお、8階にはいないんじゃない？いるかな？トルネコ2とかもやってたけどね。結局全部アイテム集める前に終わったんかな。王様の宝石箱盗まれたり、あ、メダパに取られた。魔導士はラリホーを使っていくんですよ。で、殴られてもね、こっちね。起きないんで、単数でね。まあ、アイテムの宝庫なんですけどね、とりあえず今持って帰っても取っておくことできないんで、全部持てないのかな。トルネコアンってどうだったっけな。まあもう死ぬことないですよ。ありました、はいはい。食らっても敵の方向かないんだね、鳥の子さんね。上がってる時落とし穴になるとちょっと嫌だけどね。まあしょうがないね。消したデータが残ってんだよね、ハイスコアに。だからちょっとそこは伏せとくんですけど、はいはいはい。まあとりあえずね、出ました。おお、これはまさにわしの宝石箱。トルネコはその後は立派に試練を乗り越えた。まあパート1はね、チュートリアル的なもので、これから思う存分に宝探しをしてくれて結構じゃ。ただし本物の不思議のダンジョンはもう本当に不思議な洞窟なのじゃ。今までのアドバイスを簡単にまとめた本をその後に送ろう。わしからの最後のプレゼントじゃ。たまには家で開いてくれ。そしてもう一度大臣たちの話をよくじっくり聞いていくがいい。ではくれぐれも気をつけてな。ということで、次回いきなり行きたいのでお話聞こう。まず不思議のダンジョンはアイテムの種類も多いが罠の種類も多いそうだ。目の前の罠は剣を一振りすれば見つけられます。 HP のない時などは罠にもよく気をつけてくだされ、ね、そういうのもやっていかなくちゃないね。不思議のダンジョンでは今までのダンジョンよりもモンスターもアイテムも種類が多いそうです。それに指輪というアイテムもあり、これは一度はめると外すまでずっとその効果が続くそうです。しかし杖のように初めは何の指輪かわからないので、慣れるまではインパスの開け物を読んでからはめた方がいいと思います。今度のダンジョン、盾を錆びさせるモンスターがいるす。錆びるとこうなるす。はい、マイナス。最後は聖堂の盾マイナス3す。聖堂の盾はもともと3の強さなんで、これだと強さ0で盾の意味ないす。メッキの巻物で盾にメッキをすれば予防できるすが、できないときは戦う前に盾を外すしかないす。ちなみに武器は大丈夫っす。ね。お逃げてった。不思議のダンジョンでは呪われた装備や、武器や盾があり、一度身につけると外れなくなります。呪われたからといって HP が下がったり力が弱くなるわけではないんですが、新しい武器が装備できません。それに指輪というアイテムがあるんですが、これが呪われていると冒険が辛くなりがちです。シャナクの巻物柄や呪いは解けますが、持っていないときは注意して装備してください。ちょっとこの人、
話すの嫌なんかな。不思議のダンジョンには一見役に立たないようなアイテムも落ちておる。例えばメダパニソ、自分が飲んでしまうとフラフラにしてまともに歩けない。しかしじゃあモンスターに投げると今度は逆にモンスターの方がフラフラするのじゃ。はあはあはあ、良いかアイテムは頭の使いようじゃ。逃げるな。あなたおめでとう。パパおめでとう。これでやっと念願の宝探しができるわね。ねえ見て、これが私たちの新しいお店よ。お店だよ。あなたが手に入れた道具を私がお店で売る。それとあなたの持ち帰ったゴールドを合わせてお店を大きくしていく。どこまでやれるか楽しみね。さあ今日は疲れたでしょ、ゆっくり休んでねあなた。はい、ということで次回からね、不思議のダンジョン冒険しますけどね。あなた今日は初めて不思議のダンジョンに行く日ね。お客さんと話したい時はカウンター越しに話しかけてね。それとどれくらいゴールドが溜まったかは枕元に帳簿を置いておくからそれを見てね。ねえあなた、もう早く冒険に行きたくてうずうずしてるんじゃない？はいはい、お弁当頑張ってねあなた。はいはい、ごめんください、薬草一つくださいな。はいはいはい、みんなあそこの洞窟のことを不思議だ不思議だって言うけどね、私はそんな怖いところに入るあんたが一番不思議だよ。さてと薬草一つもらおうかね。これ動いてると、あ、やっぱり物知り博士、不思議のダンジョンの宝物ならマギーばあさんが何かしてるらしいよ。今度聞いといてあげるよ。足踏みしてると、来たね。うわ大したことねえな、こんなボロい店筋肉をかかってるだけじゃねえか。せいぜい風で飛ばさないように気をつけな妬みだね。マスゴシさん、足は曲がったことが嫌いでね、とにかく突き当たるまではまっすぐ歩かないと気が済まないんでさ。広場は斜めに行ったところに早い時でもまっすぐ行ってぶち当たってからまたまっすぐ、おかげで腹は減るわ、時間がかかるわ、いいことなしでさ、ガハハ。マスゴジさん、ご主人不思議のダンジョンを冒険してるんだってね。私は聞いたことがあるよ、あそこにはすごい宝物があるって。ただしすごく深いところに行かないと見つけられないらしいけどね。はい、パパ行ってらっしゃい、僕いい子にしてね。だからこれいきなり入ってさ、2回目の冒険でクリアしたりとかできんのよ。そうするとなぜかね、お店がめちゃくちゃでかくなってるっていうね、まあバグじゃないけどそういう仕様になってるから、じっくり行こうかなと思います。まずね、何回か行ってね出るみたいなね。うん、そうだね、そんな感じでいいんじゃないかな。これやられる前提で作ってやるよね多分ね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思いますね。お店置きの500ゴールド必要よ。だから出れる時出た方がいいんだよね。だからやられてでも出た方がいいかなね。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。